皆さんおはようございます。議員各員には引き続きご苦労様でございます。また傍聴者の皆様には朝早くからまた忙しいところ傍聴をいただきまして本当にありがとうございます。それでは相田委員のご質問にお答えいたします。また日頃の相田議員にはいろいろとご支援、ご協力をいただいておりますことに対しましても、感謝を申し上げたいと存じます。はじめに、合併についてのご質問にお答えいたします。住民投票により、道筋をつけていただきました新生栃木市との合併につきましては、先月20日に、横倉議長とともに、早期市長を訪問し、栃木市に対し、正式に文書により、合併協議会設置の申し入れをいたしました。さらに、翌週5月28日の首長懇談会において、合併の方式、技術、新市の名称、事務所の位置などの合併基本項目、合併協議会規約などについて話し合い、合併方式は編入合併、新市の名称は栃木市とするなど、主要な項目について合意いたしました。合併の規律につきましても、3月3日の議会、全員協議会で説明させていただき、ご了承をいただきましたので、その後において、来年10月1日に合併ということで、鈴木市長と確認をしたところであります。合併の事実につきましては、以前から町民の皆さんに申し上げてきましたのは、来年3月という希望的期日からではですね、少し遅れるということになります。まあ、比較的手続きが簡単と言われる編入合併であっても、約18ヶ月の期間を要すると言われていますので、作業にかなりの期間を要する連産統合などを考慮しますと、できる限り早い時期が来年10月になりますことをご理解いただきたいと思います。今後、合併協議会を設置し、合併協議を進めることになりますが、前回合併協議で協定調印まで済んでいることでありますが、協定項目54、協定項目以外の事務事業が約2600項目ございます。全ての項目について確認していくことになりますので、期間的にはハードなものになると思います。いずれにいたしましても、新生栃木市との合併を進めていく上で、事務的調整に職員全員が当たることになります。現在最小限の職員数で行政運営に当たり、住民サービスの向上に努めており、通常業務のほかに合併事務に当たることになりますので、職員には住民サービスの低下にならないよう努めさせ、そして合併事務も進めたいと考えております。議員各位のご理解、ご支援をお願いいたします。